ハートはアメリカ合衆国出身のロックバンドである。アント・ナンシーのウィルソン姉妹率いるユニットとして活動、女性ロックミュージシャンを核とした先駆的グループとしても知られる。2013年、ロックの殿堂入り。ジェイク・ブラウンの著書、ハート・イン・ザ・スタジオの中で、当時、彼女らのバンドは音楽における女性のための革命であり、ジャンルの壁を越え、 批評家の賞賛を集めることを始めていた。と説明されている。アン・ウィルソン・ナンシー・ウィルソン・ナンシーロジャー・フィッシャー1978年90年代以降、長期のツアーは避け、単発的なライブ活動を中心に据えるようになってきている。また最近は、ニューガミやアフリカのエイズ貧困問題など、支援活動を行っている。 2008年のチャリティーライブにて USA サンディエゴ公演実際はリトルクイーンよりもマガジンの曲の方が先に録音されていた。レコード会社遺跡に伴う裁判問題で先にリトルクイーンがリリースされた。その後契約上の問題のためマッシュルーム側は上記の録音されていた曲にライブテイクを加えマガジンとしてリリースした。しかしハート側は これを未完成であるとして発売停止を裁判所に訴え認められる。これによりマッシュルーム版マガジンは発売中し回収を義務付けられた。結局ハート側はオーバーダビング等をし直し新たにマガジンをリリースした。メンバーチェンジを行いホワイトハートと解明。1970年のごく短期間短縮してハートと名乗っていた。ザバトル・オブ・ウェバー・モア。 ワーリー・ギム、エ、えー、ラブ・マンガー、エス・クリスマス録音、ありがとうございます。